始まるよー。カニダさん、おかえりなさい。Welcome back! では、今日は鳴らす前に、カニダさんへのご先祖様からのメッセージというテーマでやっていきたいと思います。で、今回からちょっとまたね、変えまして、先にタロットを引いて、私、開運元宗学もね、やっていて、鑑定士として活動しているので、そのね、お顔のエリア、ね、金運、まあ、開運につながるメッセージを最後に届けていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。そして、いつもね、話が長いということなので、すぐもうリーディングに行きます。はい、でね、雑談みたいなのは開運メッセージを届けている時にいろんな体験を交えながらしていきたいと思いますので、最後までご覧ください。そしていつも応援してくださっている方、高評価登録をしてくださっている方も本当にありがとうございます。そして初めましての方も見つけてくださって本当にありがとうございます。ご縁に感謝します。ぜひ登録をお願いします。はい、ではやっていきます。早いでしょ。やればできるんですよ、私。そう、やればできる子だ。ただね、話が好きなの。はい、では、いきます。カニダさん。はい、浄化していきます。浄化しました。これさ、気づいた？ハートをね、作ってたの。わかんない。画面から飛び出てってるからわかんないかもしれないけど、ハートを作っております。はい。でね、弁財天様からのメッセージをここからもらっていきます。弁財天様、会社さんへのメッセージをお願いします。はい。オンス。はい、こちらです。ちょっとね、変えました、方針を。え、すごい綺麗ね。はい、こちらです。はい、見えますか。はい、あー、すごいね。なんかアーティストみたいな人生を描いていくっていうことを言われています。これからね、蟹座さんは自分のキャンパスにこう描いていくの。そう、それはどんな人生にしたいっていうことを言われている。で、この人さ、すごい女性らしいじゃない。まあ女性なんだけど、すごいさ、華やかな女性でしょ。でもどっかこう芯が通っている、そんな強い女性なの。だから蟹座さんもそういった女性、まあ男性、これさ、女性の方が多いんですよ、見てるのはね。だからちょっと女性になっちゃうんだけれども、まあ、男性の方はそういう美しい、内面が美しい、そして芯が通った女性、男性になっていくっていうことを言われています。それはね、しっかり自分の行きたい方向、行きたい人生を描くんだっていう、その白いキャンパスに自分のアートを描いていくんだっていうことを決意してっていうことを言われています。すごいさ、めっちゃさ、いっぱいね、降りてくるの、メッセージが。で、ね、今私すごいさ、エネルギーいっぱい溢れてるのよ。っていうのも、今撮影してるのは9月18日の満月で、ちょうどね、月光菩薩様に挨拶してきたのと、日本に帰ってて、日本から帰ってきたばっかりなんですよ。昨日の朝着いて、もうパッキング、アンパッキングして、もういろいろなんかセッティングして、めちゃくちゃね、もうちょっと古いものを捨てたり、新しいものが入ってきたんで、新しいものやったりとかいろいろしてて、このさ、
パワーストーンからもさ、エネルギーがすっごい来るのよ。で、今すっごいエネルギーに溢れてるの。そのままバーンって伝えてるから、なんかちょっとさ難しいって思うかもしれない部分があるかもしれないけど、受け取ってください。分かんなかったら何回も見てください。お願いします。はい、ね、そのここで言われているのは、そういったあなたのクリエイティブな才能が開花するっていうことを言われているの。もともとね、なんかちょっとアーティストっぽいような部分があるかもしれない。でもそこがすごいね、開花するっていうことを言われているの。なんかすごい、すっごい開花するって言われている。だからあなたの人生なんだから、あなたの生きたいように生きてっていうことを言われています。で、カニナさんってさ、結構ね、家族思いだったりとかする部分があるから、家族を思うこともいいんだけど、自分の人生だから自分の好きなようにキャンパス、その白い真っ白なキャンパスをあなた色に染めて、あなたで描いていくんだよっていうことをすごく言われています。すっごい今ね、エネルギーがすごい来てる。そう、だから自分らしくやってねっていうことを言われています。はい、はい、これは、こちら、はい、こうかな、はい、あ、ごめん間違えた、自分に見ちゃった。はい、はい、このメッセージです。なるほどね。こちらです。はい、はい、こちらです。もうさ、いっぱい画面もね、動いてねって言われたんです。はい、ごめんなさい。はい、このようなメッセージです。これはちょっとあれだね、なんか傷つく、まあ自分をね、これ自分で本当はさ抜け道があったりとかするんだけど、自分でね、八方塞がりのように自分でこう、なんていうのかな、自分で、まあ、思い込みだったりとか自分で動けないようにしていることってないですかっていうメッセージを言われています。本当はね、そこから抜け出せるよっていうことを言われていて、そこを気づいてるんじゃない、そろそろ抜けませんかっていうことを言われています。そう、抜けた先もうね、それ自分で気づいてると思う。だけどなんかこうちょっと縛られていなきゃいけないような、なんかちょっとカンフタボーな部分があるのかな、わかんないけど、そこから抜け出すっていうことをした時に、あなたのカニダさんの本来の力発揮していくよっていうことを言われています。そう、これもうどっしりガーンって構えてるでしょ。なので本来はこういう姿、どっしり構えて自信があるのがカニダさんでしょって言われてる。だから今までね、ちょっと人に泣かされるような部分があったりとか、自分の意見をね言えないような出来事とかがあったかもしれない。だけどそれは自分がね、そういう存在じゃない、なんか私は自分の意見を言っちゃいけないんじゃないかっていう、それは思い込みだよっていうこと。あなたの発言を待ってる人、あなたの意見を待ってる人もいるよっていうことを言われています。だからね、今まで積み上げてきたことが実っていくこともあるので、発信していくこと、そしてどっしり構えていく、堂々としていてっていうことを言われています。そうするとちゃんとね、安定していきます。それはもう金運だったり、金運、やっぱペンタクルなんで金運になっちゃうけれど、金運じゃなくても全体的にどっしり物事が固まっていきます。だから安定していく、これから本当に安定していく、そして自分のキャンパスに自分色で染めていってくださいっていうことを強く言われています。そう、これからね、すごく安定していくよっていうことを言われています。これは弁財天様からのメッセージになりました。はい、リーディングはここまでで、次は開運アドバイスということで開運メッセージ届けていきます。まあ、
顔にはね12の運っていうのがあるので、そこをね顔を磨くっていうことがすごく大事なんですけど、今日はもう本当にもう基礎中の基礎、顔を磨いていくこと、それがね本当に安定して顔とね、あと頭のツヤですねがすごく大事になってきます。なので、まあ、光ってると神様からも見つけやすいんですね。なので顔、特におでこですね、ここは宇宙からのエネルギーを受け取るっていうのと、あとね貫禄宮って言って出世とか地位とかそういったものが入っているので、ここをねとにかく綺麗にして光らせてください。そしてここ眉毛と眉毛の間のここですね、ここ家で言ったら玄関です。ここも金運と健康ですね、運があるので、ここの通りを良くしてください。なので雑草生えてないですか、雑草とか言って、ここ眉毛とかが、眉毛がねつながってたり、ここに毛があると金運が入ってきたくても入ってこれないので、ここ剃ってください。はい、ここはね広い方がいいです。だいたい指2本分ぐらい空いてるといいです。はい、なのでそうね、ここを磨き上げることと、ここの毛をね取るようにしてください。そうすると運気がどん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 開花していくよっていうことを言われております。はい、っていうアドバイスです。はい、これはねもう本当に直感で降りてきたことです。はい、なのでもっとね気になるよっていう方、開運ね、私にどんな運があるのとか、自分のね顔が好きになるように、自分のね顔にコンプレックスがある人は自分の顔が好きになるんですね、顔相学をすると。なので開運顔相個人鑑定にぜひ遊びに来てください。もう本当に1時間褒めまくります。褒めることしかしないので本当に安心して来てください。そして、ね、どういう風に顔を磨くのって思う方もいると思うんですけど、それは安心してください。開運ラッキーメイクでどういう風に磨いていくのか、どういう風にマッサージをしたら光っていくのかっていうのをやっていきます。そしてどういったメイクですね、金運だったり恋愛だったら愛情運のメイク、そして仕事運を上げたいという人はそういった運を顔に書いちゃうっていうことを、その開運ラッキーメイクスクールで習得スクールの方で教えておりますので、ぜひ気になる方は概要欄に LINE のリンクがあります。そしてお客様の声も貼ってありますので、ぜひ概要欄をご覧ください。そしてメッセージをください。よろしくお願いします。今日も最後まで見てくださったカニ座さん大好きです、ありがとうございます。今日もカニ座さんにとってとってもとってもとっても素晴らしい日、素晴らしい月になりますように。 Be happy。 そして登録がまだの方は登録お願いします。じゃあね、バイバーイ、おはようございます。